今日はお料理前半編として、レタスのスープを、作る動画を撮りたいなと思っています。今日はスープのみの画像になるので、まずはこれで4、4、5人分ぐらいかなのお湯を張って、で沸騰してきたら、まあ、スッチの場合はね、コンソメがあれば、コンソメを使って、コンソメがなければ、これは本だしを、顆粒なんですけど、本だしを使っても、どちらでも好みでいいと思うので、今日はね、コンソメあるので、でも1個しかない、ちょっと足りないとかっていう時あるじゃないですか。そういう時に、まあこれコンソメ使って、で残り足りない分は普通の本だしを使って、スチの場合は結構適当な料理なので全て目分量ですし、これもこういう100均で買ったこういうもの、私が全こ、うーん、この間ねご紹介した、こうやって開けて使える100均の便利な、これ結構ね口が大きいので、まあ、出す時に気をつけて入れてください。これをちょっと、まあ、目分量です。スプーン、そうね、半分ぐらいかな、さっきコンソメが入ってるので入れて、これで、で今日はレタスと卵のスープを作りたいと思うので、もう本当に簡単なので、レタスをまあ適当に手でちぎって、で沸騰してきたら、まあ卵とかも溶いてね、もう準備しといて、で、これ、もうレタスなんかちょっと余り物なので、まあ、サラダに使ってもいいんだけど、レタスいっぱいあっちゃって困ってるっていう時は、もう、ザクッとレタスを入れて、レタスってね、結構ね、スープにしても美味しいですよ。これに、で、溶き卵を、この量だと、3倍ぐらい、3個ぐらい必要なんですけど、今日は卵が 2個しかないです。なので、2個だけにしときますね。で、2個使いますね。で、まあ、この辺で、卵を入れてからでもいいですし、卵を、まあ、あまり、こう、細かく研がなくていいと思うので、もう、レタスなんかはすぐ火通っちゃいますので、これにね、今日は、わかめも入れていいかな。わかめ入れたり、まあ他にお野菜があれば小松菜とかね、そういうのがあれば、そういう野菜、残り野菜を入れていただいて、で、軽く、これ、塩コショウ。これも100均の入れ物。塩コショウです。塩コショウを入れると、これ結構これぐらいの、ちょっと、コショウ効いてますよっていうぐらい入れるのが好きなので、胡椒をちょっと多めに入れて、で、隠し味に醤油を、ちょっと入れて、で、これでちょっと一回味見をして、まあ、塩が少なかったり、出汁がちょっともう少し欲しいなと思った時に、
またこう足していくんですけど、ちょっと出汁が足りないかなっていう状況なので、もうちょっとコンソメがあれば、コンソメ風のスープ作りたかったらね、コンソメを足すんですけど、今日はコンソメが少なかったので、ちょっと本だしをもう少し足して、でちょっと塩味も欲しいかなっていう感じなので、お塩を。こんな感じで入れて、これから卵も入るので、その分ちょっと濃いめのこの状態でね、味付けにしておくと、卵が入るとちょうどいい感じになると思います。ちょっとレタスがこう汁のスープの割にはレタス少なめなので、今日はわかめも入れちゃいます。これなんか、業務スーパーでこんないっぱい入っててね、すごい入ってて、これ超買い得なんですよ。業務スーパーの300円ぐらいで買えるんですけど、これをわーワイルドに手づかみでこれぐらいの量ドサッと入れちゃいます。で、わかめの方にも塩味ちょっとついてますので、これで一回またちょっと自分なりの好きな味に仕上がってるかどうかをちょっと確認するために、もう一回味見をして、いいんじゃないですか。塩、やっぱわかめが入ったっていうのもあるし、さっき塩も足したからちょうどいい感じで、で、もうちょっとね、ピリッとした胡椒を効かせたいので、ブラックペッパー、濃いめのブラックが強いのを、ないやんこれ 入ってないやん。なのでもう少し、塩胡椒のちょっと足して胡椒を効かせて、あまり子供とかには塩コショウあんまり効いてない方がいいと思うので、でもうわかめもレタスも火完全に通ってますので、でこれをこう火をちょっと強めにしながら こう溶き回しながら火を通します。で、ふんわり、卵仕上げたいので、あんまりガシガシかき混ぜないで、この火の、この強さぐらいで、卵に火が通ったら出来上がりです。これに、片栗粉とか入れて、とろみをつけて食べると、まあ、ちょっといい感じの、またスープができます。はい。もうこれで卵に火が通った状態になってますので、一回沸騰したらもうこれでスープは出来上がりです。はい、ぜひ皆さんもこんな感じですね。美味しそうですね。はい、こんな感じのスープが今日は出来上がりました。また違う料理をアップしたいと思います。はい。